ウェンブリー・スタジアム駅は、グレーター・ロンドン、ウェンブリーにある、チルターン本線上にある、ネットワークレールの駅である。ウェンブリー・スタジアムから南西400メートルの地点に、ある。最初のウェンブリー・スタジアム駅は、約1キロメートル東北東に位置していた。一台目の駅は、ルナーによって、チルターン本線から離れたところにある、ニリスデン・ジャンクションとウェンブリー・ヒル駅の間の、 ループ上に一つのプラットフォームを有したエクシビション駅として1923年に開業した。ロンドンへ接続する、その集中的なサービスを覆さないことを認めた。一代目の駅は何回か改名をし1928年、ウェンブリースタジアム駅に改名した。その駅は1968年に廃止された。路線の後は地図と 空中写真から見ることができる。その路線は、通常の乗客サービスの他に1924年、そのスタジアムか、エンペラープールで開かれた大英帝国展覧会が行われたという出来事があった。一時的な対比線は、パレス・オブ・エンジニアリング展覧会の、展覧会ホールにグレート・ウェスタン鉄道の4073号。 ケアフィリーキャッスルとロンドンノースイースタン鉄道の4472号、フライングスコッツマンのそれぞれの展示を、イギリスの乗客が強力な運動をするぐらいに、請求した。現在の駅は、ウェンブリーヒルとして1906年に開業した、駅とウェンブリーコンプレックスになる前に、現在の駅名になった。元々の始まりは4本の鉄道路線と2つの、プラットホームがあり、 その内側は追い越し路線であった現在の2つの路線レイアウトは1960年からである。列車はチルターン・レールウェイズがメリールボーン駅からハイウィッカム駅方面とバーミンガム・スノーヒル駅方面へ運行している。このセントラル・ロンドン方面は他の地域にある駅より8分早くメリールボーン駅に到着することができる。繁忙期は8両編成の車両が メリルボーンとウェンブリースタジアム間を往復する。さらに加えて、レクサムシュロップシャーのメリルボーンへのサービスは、忙しい日の混雑を軽減させるのに活用される。ABCD、ステーション優勢時エスタメッツ。レールスタティスティックス、オフィスオブレールレギュラーション。2015年3月31日、閲覧。中期、統計手法は年により異なる場合がある。 http コロンスラッシュスラッシュ disused-rlis.fotopic.net スラッシュ c1475068.html ハットウェルバーン、ナイジェル、ロストラインズロンドン、シェパーテン、イングランド、イアンアーラン、ISBN0 から711026238ノック オズワルド、ブリティッシュロコモーティブスオブザ 20th c e n t u r ケンブリッジ、イングランド、パトリック・ステファンズ・リミテッド、P210、ISBN 0850595959。ありがとうございます。